そういうのいきますよね。君が中心で僕がバックで、君が主役で僕がバック。ラストダンスが私の最初だけどラストダンス。俺この辺で歌う。はい。あなたの。そうあの、はい、影になって。はい、影。これはハーモニーとります。メロディーはなんだね。あなたの好きな人と踊ってらしていいわ。優しい微笑みもその方に。けれども私がここにいることだけどうぞ忘れないで。ダンスはお酒みたいに心を酔わせるわ。だけどお願いねハートだけは取られないで。そして私のため残しておいてね。最後の踊りだけはあなたに夢中なの。いつか二人で、いつか二人で誰も来ないとこへ私ここで待ってるわ。だけど送ってほしいと頼まれたら断ってね。いつでも私がここにいることだけどうぞ忘れないで。昔から考えたら、もう堅物でした。結構経験積んできたね。いや、僕は今感動しましたよ。いや、彼女はね、こう、男性に近づけないタイプかと思ったら、もう今や手玉に取る感じですよ。そんなことないんですよ。誤解するじゃないですか、ね、いや、素晴らしい。では私、次は沢木さん、はい、シャンソンのファンが多いということで、定番の曲を、まあ、ご主人さんの何本か足にさせてもらって、いや、やっと、なんとなくシャンソンというのが、こう、近づけた、シャンソンに近づけたなって感じします。ご主人さんではすごくこう深くてね、ご主人さんとの一緒に芝居してるときにですね、夢を見たんですね。何人かで話して、何回か話してますので、聞き覚えのあるお方もいらっしゃると思いますが、初めてのお方もいらっしゃいますので、ちょうどその頃小石さんと一緒に仕事してて、で僕は幸せを売る男を何枚したんですね。そしたら夢の中で、沢木お前は幸せを歌う権利がないですね。びっくりしましたね。なぜか、それは本当の不幸を知らないから。不幸を知らなければ幸せは歌っちゃいけない。ただただね、心に歌おうって、その幸せを歌うには逆に不幸を知ってるから歌えるということ。小石さんがまさにそうなんですね。愛を歌うのも別れとか苦しみとかを憎しみとか知ってるから小石さんは深い。ああそうか、夢っていうのはすごいですね。どうもその声がどうも今考えると
アサリ食えたみたいなんですね。猛霊のようにくくっとくるわけですね。まあ僕が一番尊敬してる人ですかね。日本で教えるのが一番前ですね。アサリさんは小石井さんはあそこまで育てられました。アサリさんに出会う前では小石井さんは歌が下手だったんです。彼と出会って初めて歌った。僕も彼と会って結構成長したんですが、在団中は下手だったんです。辞めてしばらく経ってくるとだんだん、ね、怨念から解き放たれて、結構自由に浅井さんの考えが分かりますので、ね、では恋心恋は不思議消えたはずの愛の中からなぜに燃えるときめく心切ない胸別れを告げた二人なのに恋なんて虚しいもので恋なんて目覚め夜になるとまた蘇る不死身の鳥。恋はそれぞれ甘く切なく夜の心惑わせる恋心売れもしないし恋心買えもしない恋はそれぞれ切なく夜の心惑わせる恋心売れもしないし恋心買いもしない恋心次の歌に行くというのは非常に苦しい言葉ですが、あえて言います。サントアマミア。二人の恋は終わったのね、許してさえくれないあなた、さよならと顔も見ないで去っていった男の心楽しい夢のようなあの頃思い出せばサントアマミア。悲しくて目の前が暗くなるサントアマミア。街に出れば男が誘う意味なく付きまとうけどこの私が行き着くとこはあなたの胸ほ
ないのよ。サントアマミ風のように大空をさまよう恋。サントアマミ寂しくて目の前が暗くなる。サントアマミサントアマミ寂しくて目の前が暗くなる。サントアマミ